トイレ大渋滞はいどうも、おなぎです。今日は、えー、僕の動物の森のレベルが30になったので、えー、そのご報告と、まあ適当にね、今日は動物の森で遊んでいきたいと思います。でね、この動画撮る前にね、ちょっとね、動物の森を、まあ、いじくり回して、いじくり回したというか、まあ、まあ、ちょっとあのリンゴ拾ったりね、 なしに拾ったりね、いろいろやってたんですけど、今日は、まあ、その、ま、レベル30の報告って言ったじゃん、言ったんですけど、まず30するまでに、ま、結構時間がかかったということと、まあ、あとね、今、キャンプ作ってるんですけど、このキャンプがないと、まあ、レベルのね、制限が、仲良し度を上げても、えー、キャンプレベル上げないと、なんかカンストしちゃってて、で、そのままね、 なんか無駄なね、ポイントがね、溜まっていくことが多かったので、まあみんなにはキャンプをね、作ることをおすすめします、こうやって。今、これ僕もまだ全部キャンプ立ててないんですけど、まあ、ピクニックだとか、ピクニックのこのシートまあこれ、キャンプなんですけど、一応。とか、まああとはどれだ、どれだどれだどれだわかんねえ <laughs> わかんないけど。えっ、ー、と、これか。はい。僕のキャンプはこんな状態ですね。全然ね、やっぱまだ、手に入れられてないわ。これレベル上がっていくとプールとか、あとは、なんかまあメリーゴーランドとか、結構可愛い感じとね、キャンプができるので、これね、早くね、ゲットしたいですね。<laughs> まあ、新しい動物呼んだり、 レベル上げるのにもね、キャンプっていうのはね、すごい大事なんで。ただね、キャンプやっぱ、まあ、左目見て分かる通りなんですけど、47時間これ相当時間かかりますよね。2日まあ、今のうちね、できる時にキャンプはね、優先的に立てていけばいいんじゃないかなって思います。はい。これが今日の、ま、知識。で、えっ、ー、と、僕、トタケケと、あと、なんだっけ、タヌキチタヌキチ期間限定の椅子と、 えー、椅子。<laughs> 両方椅子や。を、えー、頼んだんですけど、まあどっちかなが来ると。ランダムにね。トタケケは、音楽弾いてくれるし、あと、タヌキチは、なんか、居眠りよくしてるし、まあ別に意味なかったです。ただね、250のリーフチケットをね、無駄にね、使うだけだったんで、まあ動物好きな人はね、<laughs> 動物の森を今までやってきた人は、多分、トタケケとか、タヌキチとか相当好きだと思うので、 ま、あよかったんじゃないでしょうか <laughs>。はい。今日は、ま、あ前にね、マグロ釣れなかったから、正直マグロ釣りたいんだよな。マグロ。マグロ、どう釣れましたみんな。マグロ。僕もね、この間釣ったじゃん。<laughs> <laughs> あれででこれ。マグロなのではてか、水きれいだな。夕焼けで。めっちゃきれいだな。 アメジストみたいな色してる。綺麗ですね。あ、ヒラメだ。やば出ないんだよ、マグロ、そう簡単に。うん。まあ、諦めた方がいいよ、みんな。マグロ、マグロ取ったやつはほんとマジでアン、アンインストールしろ。<laughs> インストしろ、アンインストしろ、アンインスト。こいつ、初めて見るな。新入りかウルフ狼オオだよね。食べられないかな。 リカルド。君のキャンピングカー、ピカピカでとっても素敵じゃないか。僕はリカルド。同じ仲間が増えて嬉しいよ。これからは旅先で出会ったらアミーゴだ。Oh、yeah!